お待たせ、久しぶり。神社の初めて来た。どこ行く？どこにしよっか。うわっ、誰？なんか見たことあるねんけど。あ、ポスターの人やん。出てきてるやん。なんなんこのポスター？新しい観光サイトできたらしいで。サイトの存在は知っているんだね。今の君たちにぴったりのサイトなんだ。藤井寺市内で観光ツアーが組めるサイトやねんて。じゃあ今日行くとこ決めてなかったし、やってみる？ QR コードから読み取ればサイトに飛べるよ。あ、やっぱりさっきのポスターの人やん。観光難易度 A 級シティってのに。藤井寺には観光スポットはないと思われてるけど、実は世界遺産とか隠れ家的なお店とかディープなスポットがあるねん。ただ情報を知らんとなかなか観光するのが難しいねん。それを説明してくれてるのがこのサイトってことか。スポットを選ぶと自分だけの観光ルートができるらしい。駅線スポット、飲食店、古墳、寺社仏閣、それぞれのジャンルから一つずつスポットを選んでみよう。2つからしか選ばれへんやん。もっと見るを押すと他のスポットも見れるんだ。ほんまや。スポットの写真を押したらスポット情報が出てくるな。じゃあここと、ここと、ここと、ここにしよっか。4つ選べたから決定。水鳥ハニワに会えるツアーやって。私が前作った時はつい教えたくなる藤井寺ツアーやったで。選ぶスポットによってツアー名が変わるんだよ。チケットの画像を押すともう一度スポット情報を確認できるんだ。マップにも飛べるやん。画像もダウンロードできるし SNS でアップしとこう。ここに載っていないスポットや飲食店情報はデラバル、藤井デライクのインスタグラムでチェックや。なるほどね、いい感じやん。これで水鳥ハニワに会えるツアーに出発や。行ってらっしゃい。みんなで支えて暮らしてく。